レースを勝ち抜き、残すはこの一戦のみ。アリエス杯決勝。さあ、一番人気の紹介です。ここまで無敗、三冠ウマ娘、8番オグリキャップ。人気と実力を兼ね備えた、ここまで無敗、三冠ウマ娘、セイウンスカイ。今日は3番人気です。対抗するのは、ここまで無敗、三冠ウマ娘、7番オグリキャップ。真っ向勝負に注目だ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各ウマ娘、ゲートに入って体勢整いました。さあ、ゲートが開いた。各ウマ娘、綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ミホノブルボンとセイウンスカイ、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気、8番オグリキャップ。ミホノブルボン、快調に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはセイウンスカイ。3番手、8番オグリキャップ。1馬身離れてアグネスタキオン。少し離れて4番オグリキャップ。そして7番オグリキャップ。その後3、4馬身開いてグラスワンダー。その後ろにシンボリルドルフ。後からエイシンフラッシュ。ミホノブルボン、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。第2コーナーを抜け、向こう正面に入った。ミホノブルボン、まだリードをキープしています。続きました、セイウンスカイ。8番オグリキャップ、この位置につけています。そしてその内を回って4番オグリキャップ。そしてその後ろから行くのはアグネスタキオン。おう、よし、掴んでみせる、みんなの輝く夢を。7番オグリキャップ、並びかけてきた。その後ろにグラスワンダー。2馬身3馬身開いてシンボリルドルフ。それを見るようにエイシンフラッシュ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。8番オグリキャップ、ここで抜け出した。中山の得点は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。追いすがるミホノブルボン。いざ、我が道は。残り200、先頭は変わらず8番オグリキャップ。8番オグリキャップ、足色は衰えない。1着は8番オグリキャップ。最後、意地を見せて栄冠を手にしました。優勝は8番オグリキャップ。頂点に立つにふさわしい走りでアリエス杯を制しました。2着ミホノブルボン、3着4番オグリキャップ。あと一歩。